よいしょ。ある国のある町にケルンという少年が住んでいました。ケルンはちょっとドジな子で、町の中でもよく笑い者にされることがしばしばありました。そんなケルンは今日もまた配達の仕事で失敗し、一人で落ち込んでいました。ああ、また今日も失敗しちゃった。今日はハインツさんとこのバカ犬に追いかけられて、思わず池の中にドッパン。大事な手紙までびしょびしょ。おまけにそんなとこをかわいいルルーに見られたし、もう最低だ。はあ、僕がかっこいい主人公になれるような街に行きたいな。こんなこと考えててもしょうがないや。さて、明日も早いから寝よっと。ケルンが部屋の電気を消したその時です。あ、流れ星だ。ダメで、もともと僕の願いを聞いてください。なんて無理な話だよな。おい、こら起きんか。え、なに、泥棒。誰が泥棒じゃん、わしは。わしは流れ星のせいじゃ。お前の願いを聞き届けに来てやったんじゃ。え、僕の願い。そうじゃ、さっき心の中でつぶやいていたじゃろ。あ、あれを。ほれ、元気に行ってこい。うわ、お前だけのかっこいい冒険ができるぞよ。こうしてケルンは想像の世界パネルティアに旅立つことになってしまいました。大丈夫かな。うわっ。びっくりしたな。もうびっくりしたのはこっちです。いやー、そうか、ごめんごめん。ところで坊主どうしたんだ。見かけない顔だが大丈夫か。大丈夫みたいです。ところで、ここはどこなんです。僕、不思議な渦巻きに吸い込まれて気がついたらこの状態だったんですけど。ほう、いいか坊主、ここはパネルティアという世界でな、人の想像が一番生かされる世界なんだ。想像。そうだ、自分で考え作り出すことが自分のやるべきことに導いてくれるかもしれんぞ。そうなんだ。で、具体的にどうすればいいの。流れ星の生産。それはじゃな、まずパネルを買って。あら、しまった。やっぱりそうか。いや、もうバレちゃってたのか。まあ、そのなんだ、このいわゆる一つのじゃな、このな。ボケはいいから。ということで、特別にパネルを5枚サービスするから有意義に使ってくれたまえ。ではさらばじゃ。あ、そうそう、うわ、パネルの使い方は村の住人たちに聞けばわかるぞい。Thank you.
あんた冒険者さんかい？違いますよ。うんにゃ、そうは言ってもその格好、そのたらならぬ雰囲気、間違いないだば。だば？ちょこっと頼みがあるだが、最近ここらをモンスターが荒らし回って、ほとほと困ってるだ。なんとか村の若い衆が追い払ってるが。モンスター？そうだば。なんとかそいつらを倒してくれねえべか。おそらくモンスターの親玉がどこかにいるはずだば。そいつを倒せば、ザコどもは姿を消すはずだば。そんなこと僕ができるわけないよ。じゃあこれで装備を整えなせ。ちょっと待ってよ。ほら、この村の村長だ。ちゃんと仕事をしてくれたら別にお礼はするだよ。そんなことはいいから僕の話を。だば、頼んだだよ。ちょっと、どうしよう。
行くぞ。やった！